あなた方も本当に時間ともうお金も割いて来てくれてありがとう。俺さ、あんまさ、こう真面目なことステージから言うの好きじゃないんだけど、人がイベントとかを見に行くのにどれだけこう、なんていうかな、なんかそれがどれだけ一人の人を動かすことがどれだけ大変なことかっていうのはよく分かってるつもりなのね。今日こんな集まってくれて本当嬉しいわ。そう、なんかこんなね、音楽っていいよな、なんか本当一つのことでみんなバカみたいになれてさ、いいもんだよ。俺らはさ、君らの気を引こうと思ってさ、一生懸命なんかやってさ、君らもさ、なんかこう俺らの楽曲で、俺らだけじゃなくてもさ、今日出てくれたミュージシャンたちの楽曲でなんかこう思いを馳せてさ、なんか飛び上がってみたりさ、歌ってみたり、いいよな音楽って。本当俺ね、こう最近ね、年取ったせいかね、そんなことばっか考えちゃうのよ。本当もう今日自分の子供も来てるしさ、なんかステージ上がる前とか抱きしめちゃったりして。本当俺いつでもお前たちファッキー言うよ。本当パンクだから、嘘嘘、パンクだからどうとかってのもないんだな、実はな。こうパンクだから何しちゃいけない、これしちゃいけない、もうそんなことはね、もうどうでもいいんですよ。生きてりゃ何でもいいの、もう。泣いてねえよちっとも。むしろお前が俺の話に感動して泣いてんじゃないの今。マジか、おまあ、ほんと今日神様来てんだけど言っちゃうよ、今の話来て女の子プシューだからね。今日はね、お子さんエリアもあったりして、どうぞ子連れの方もぜひいらっしゃってくださいって招いたライブなのね。やっぱこんなに、ね、下品なこと言っちゃいけないとも思うんだけどさ、まあでもほんと俺パンクスだから、いつでもお前らとかパックヒューだから。大事なことなんで2回言いました。外人の責任者たちが何かファックユーだけ聞こえてくると思うんだよね。ファックユー、ファックユー、はい。帰り道俺がボコられないことを祈ります。帰るんだけど、もしかしたらね、もうこんなね大掛かりなことは俺はできねえかもなとか思ったの。こう300日ずっと用意しててさ、なんか途中でやっぱり大変なこと始めちゃったなと思ったり、でもまあ今日こういうの見たらまたなんかいつかやりてえなと思うわ。マジほんとね、最後の大舞台のつもりで来たのよ。でも多分来年か再来年あたりにまた会いましょうね。Thank you.